警備隊の車両は町の北口に停めてあります。自治州内であればどこでもお送りできると思うので遠慮なく言ってください。ああ、わかった。例の遺跡っていうのは山道にあるトンネルの途中から分岐した先にある遺跡だよな。以前遺跡の入り口前まで行ってみたことはありますね。その時には警備隊のバリケードで封鎖されていましたが。ええ、そちらは道が悪いのでトンネルの途中からは徒歩で行くことになりますけど。そんじゃ用事を片付けたら山道のトンネルまで行こうぜ。はあ、幽霊が出没する遺跡か。Thank you.
これが総長が乗ってきた車両だよな。前にも何度か乗せてもらってるけど。ええ、そうです。どんな悪路も何のその警備隊が誇る軽装甲機動車ですね。まあ戦車の砲撃には耐えられないだろうけどな。せいぜいガトリング砲の弾を跳ね返せる程度だったか。それを言わないでくださいよ。一応最新技術が盛り込まれた高性能な車両なんですから。まあクロスベルでは戦車の保持が自粛されてるから、機動性で勝負するしかないのかもしれないわね。戦車もそうですが、軍用飛行艇も一隻も保有していませんよね。クロスベルの豊かな財政なら何隻でも購入できそうですけど、やはり帝国と共和国からの圧力によるものですか。うん、そうだね。特に帝国は12年前の紛争でリベールの軍用飛行艇に痛い目に遭わされたそうだから、下手に持たせて相手側に疲れたら厄介だ。帝国にしても共和国にしてもそんな思惑が見え隠れするわね。なるほど。クロスベルみたいな地形、飛行艇があればもっと効率的にパトロールができそうだけど。はあ、そうなんですよね。まあそれはともかく、もし車両で移動したければいつでも行ってください。車で行ける場所ならどこでも皆さんを送れると思います。
せとけって。ちょっと自信ないけど。
行きますか。
任せて。乗りますか？どこに行きますか？お安いご用です。お待たせしました。Thank you.
きますか？お安いご用です。はい、到着しました。しました。
任せてくれ。任せ。勘弁しろって。どこに行きますか？お安い御用です。はい、到着しました。Thank you.
任せとけって。どこに行きますか？お安いご用です。